みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はね、前回からの続きでございまして、やっと机の上が完成しました。結構いいんじゃないですか。はい、じゃあちょっと見てみますか。はい、どっから見ましょう。こっちから。こっちからですね。はい、はい、まずもう雑貨があります。はい、まあこんな感じで前あったやつをちょっと動かした。はい、であと100均でこのリフューザーっていうんですかね、なんか そうこれを買いました。でこういきましょう。まあこの辺はね、もうこれももうあともうちょっとだね。ラストスパートなのもうすぐいなくなっちゃうかな。そうなんです ね。はい、で次時計。あ、そうで、この時計を置いてるこれも最近100均で買いました。本当はこれをやって使うつもりで買ったんじゃないんだけどね。あったから。はい。まあこれはこの辺はもう元々ついてるやつだよね。だけどちょっとこの辺の雑貨を。そうだね、雑貨をちょっと変えました。で裏にこのなんだっけ、このほうきみたいな。これ使うんでしょ、消しゴムのカスとか。これをちょっと隠した感じで置いてるね。で隣に日光に行った、はい、これね、修学旅行に行った時のお土産のなんだっけ、これかんぴょうじゃなくて何なんだっけこれ、まあ問屋物とティッシュと、はい、ティッシュね、あと下にね、あ、これ今回こういう感じにしました。そう、これどこで買ったライトだっけ。これイケアで買ったライトで、そうね、ここただここに丸めてカゴに入れて、まあ、スイッチがここにあるんだけど今つけてる状態です。はい、こういう感じでちょっとね、はい、やってみました。どうですかね、遠くから見て。かわいいよね。めちゃめちゃかわいい。これ映えますかね。めっちゃ映えます。これ本当にめちゃめちゃかわいい、ね、一応今回これがちょっと工夫した。ママがすごい、ママがちょっと考えました、才能が。でいいんですか、ここ映して。いや、ここはじゃあ3210でもここまで来たら写しますか。しますか。はい、3、2、1。じゃじゃーん。うわー、来ましたね。これ誰ですか。紹介してください。あの石川海人さんと、はい、波川大輔さんっていう。波川大輔さん、はい、どっちがどっちですか。右側が赤髪の方が石川海人さんで、はい、こっちの黒、はい、茶色かなの方が波川大輔さんです。はい、で、まあ、声優さんですね。そうそう、声優さんなんですけども、はい、で私ここを声優さんのコーナーにして、うん、私声優さん大好きなんです。そうだよね。まあ、今いるじゃん、あのジャニーズオタクとか、うん、俳優さんとかのオタクとか、はい、推しね、推し推し、そうそう、推しがいっぱいいるじゃん、はい、私は声優さんで。そうだよね、推しが声優さんなんですね。そうなんですよね。それでちょっとここにね、うん、声優コーナーを作ろうかなと思って、ね、第1弾として、うん、あのポスターをちょっと、なんか本を買ったんだよね、雑誌を買ってそれについてたポスター。そう、あの声優と夜遊びって番組があるんですけど、うん、その特集のポスターをちょっと、うん、はい、買わせていただきました。でこのなんか周りについてるこれも100均でこの前ダイソーで買いました、はい、このお花ね。ちょっともうダイソーで購入品紹介する前にしおちゃんがもう張り切ってつけちゃったんでこのまま紹介します。あ、はい、であとこのポスター入れる額縁っていうの、額縁も100均で買いました、ね。はい、本当はでも白が良かったんでしょ。周りが縁が白が良くて、だから今度塗りたいなと思います。そうね、今度あのホームセンターでスプレーかなんか買ってきて、はい、白くね、白くする予定ではあります。まあ、とりあえず今はこんな感じ。はい、はい、です。あ、そう、あとこの板もなんかね、茶色が嫌で ね白くしたいらしい。白くしたいんだけど本当に白と黒と、まあところどころピンクっていうのが理想らしいです。理想がいい、理想がそうです。はい、はい、まあでもさっぱりしたんじゃないですか。あんまり物を置かず、はい、こんな感じでこれを保てるようにします。保てるようにね。はい、で、あれ勉強はどこでするのって思う方が多分いっぱいいらっしゃる。ここです。はい、どこにあるのって。しおちゃんここに全部ね、ここ開けられる、うん、ここに全部
文房具と汚い。ごめんなさい、本当ここは汚いです。まだ整理整頓ですね。ちょっと今汚いんですけど、ここにこう何鉛筆とか、めっちゃ斜め見えてる。ここにこう鉛筆とかね、いっぱいある。ここから撮ってんの？ここから撮ってます。そうですよね。はい、で教科書とかはあっちです。あっちにあるんです。あっちに棚があって、棚があって、そこにランドセルとか。そこも汚いですか？うん、待ってな、汚い。名誉のためには勉強してないじゃんって言われちゃうから。あ、これね、うん、ここにちょっと学校勉強道具が入ってると、脇で言うと こっちからか。こっちからは出せない。ここにはもうなんか、うん、衣なんかつながってるからこっちからも出せるんだけどね、本当は。そこもなんか片付けたいな。あ、そうね。だから今ここも、うん、今ちょっとここが汚いので次ここを片したいということでね、うんうん、まあとりあえず今回はこのね、机の上をきれいにしたという感じですね。はい、でちゃんとね、勉強道具もあります。向こうにあります。ちょっと今は汚すぎて見せられなかったんですけど、はい、あります、ね、はい。どうですか、どこが一番お気に入りポイントですか？私は今回は、いや、まあ、ここって言いたいけど、どこは、ここですね、やっぱりこの推しがいる、はい、そうですね。あの、これからどんどん増やせていけたらなと思って。なるほど。ちょっとこれが第一段階ということで、はい、作っていけたら。そこが一番のポイントですね、今回。まあ、あとここの、あ、ここの日光のやつと、このやつとティッシュのこの辺のワンポイントと、これが、まあ、この辺はあんま変わんないかもしれない。で今回ちょっとね、雑貨をこっちにもちょっとずらして、はいはい、時計もね、ちょっとあの IKEA で買った時計が壊れちゃって、前ね、あの、うん、紹介したやつ、どれだっけ、これ、ね、これね、これを使ってたんですけども、ちょっと壊れちゃって、どうやってもつかなくなっちゃってね。このここ、うん、刺す、充電刺すやつがあって、うん、それもつかないし、そうそうそう、電池でも買っ、時計で買ってやってみたんですけど、電池もダメで、何やってもつかなくなっちゃって。そう、だからちょっと諦めて、前から使ってるね、はい、時計を復活させて、こういう感じで、はい、やっぱこう、ここに置いとけば、まあ時間もね、はい、まあちょっと今、時計止まってるんだけども、はい、これからあのちゃんと電池入れて復活させるのは心配しないでください。しほちゃんが時間がわからないって言ってるので、目の前に時計を置きました。これでもうバッチリです。もうこれでバッチリ、はい、今何時だからこうこうこうやって行動しようとか、うん、もうすぐご飯だからご飯の前にこれやっちゃおうとか、だいたいうちは6時半から7時ぐらいがご飯なんですよ。ご飯ですね。だからそれを目安に動いてもらって、はい、動きます。はい、はい、ということで、まあ第1弾として机のね、上をね、綺麗にしました。はい、ちょっとね、この手頑張りました。ありがとうございます。いいえ、はい、笑顔になるかな、とりあえずは。はい、はい、ということで、それではバイバーイ。はい、じゃあ保ちましょうね、頑張って、この綺麗な机を。はい、頑張ります。はい。